今回ご紹介するのは女優の笛木優子さん。1979年6月21日生まれ。出身、東京都。身長、164センチ。日本で韓流ブームが来る前から韓国で活動して多くの作品に出演された笛木優子さん。逆輸入的に日本でも注目され、日本に活動拠点を移してからも韓国での活動も継続しています。そんな笛木優子さんは、1998年。 原宿のラフォーレ前でスカウトされます。デビュー前にはアイドルグループの東京パフォーマンスドールに研修生として在籍。2000年に天気予報の恋人でドラマ初出演します。2001年、ホタルで映画デビューし同年、新雪国で主演しました。2001年11月、韓国へ今日移し芸能活動を開始。女優としてテレビや映画などに出演するようになります。 韓国へ拠点を移した理由としては、とにかく韓国の映画や音楽、ドラマが好きだったからだそう。当時はまだ第一次、韓流ブームの前で自分の周りに韓国にハマっている人はいなく、なんで韓国なのと不思議がられていたそうです。 当時彼女が日本で所属していた芸能事務所に韓国の女性アイドルがいたことで韓国が身近になり新大久保で韓国ドラマのビデオや K-POP の CD を買ったり韓国料理を食べたりと完全にハマってしまったそう。そのうち自分も韓国の映画に出てみたいと思うようになり両親には3ヶ月韓国で語学の勉強をすると伝えて21歳の時に都刊。 語学学校に通いながら、韓国の芸能事務所に所属し、オーディションを受けると、幸いすぐにドラマ出演が決まります。2006年、オスカープロモーションに所属。再び日本を拠点に活動することになり、2月23日に会見を行いました。ドラマ、アテンションプリーズへの出演を機に、日本での活動を再開。2018年6月29日、1歳年上の一般男性と結婚したことを発表。 2020年2月21日、第一子となる男児を出産したことを自身のインスタグラムで報告しました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。